ポーランドめちゃくちゃ合うわ、肌に合うわ、おいしい。うわ、蜂がすごいな、バベル城の観光を終えて城から降りてきてですね、ちょっと公園があるような場所に来たらですね、非常に雰囲気のあるレストランにたまたま入ったんですけど、かなり老舗っぽいですね、たまたまですけどいい店に来たんじゃないかな。かなり繁盛してますしね、メインのプレートでも1000円いかないぐらいなんで、あの老舗の有名店にしては安いかなと思いますね。あとは内容がどうなのか。さあ、ポーランドの伝統料理をいただきましょうか。まずは付け合わせできたザワークラウト、酢の物ですね。いただきましょう。酸味、酸っぱいの好きですからね、私。いただきます。かなり酸っぱい、でも好きですね。これはキャベツの酢の物ですね、ザワークラウト。森で採れたキノコが入ったスープを試してみたいと思います。おお、なんだこれ、これキノコか。かなり美味しい、これはすごい。なんか食感はなめこだけみたいにちょっとぬるぬるしてるんですけど、味のコクがすごいわ。スープも美味しいですね。色と見た目は美味しそうに見えないんですけど、これは美味しい。体に染み渡りますね。ちょっと胡椒が効いてて、何よりね、この森のキノコ、フォレストマッシュルームって書いてあったんだね。あのポーランドの森で採れたやつなんでしょうね、これは美味しい。巨大なの来ましたね。150g って言ったんだけどな、こんな大きいもんですかね。やはりメインディッシュですよ。さあ、どんなでしょうね。おお、柔らかい。フォーク、最初は何もつけずに。参りました。相当美味しい。ポーランド人食文化すごいっす。いや、これは美味しい。マッシュポテトね、
マッシュポテトももう芋の味が濃い。めっちゃうま。やはりザワークラウト。ちょっとね、このザワークラウトは温めてあるザワークラウトですね。これもまた美味しい。多分ね、これ肉と合わせるともっと美味しいでしょうね、この酸味。これは美味しい。酸味が効いてて、ソーセージ、薄切りのソーセージが入ってますね。あと卵、これは美味しいな。ちょっとね、酸味のあるスープ好きなんでね、ドストライクです。トラウトが来ましたよ、トラウトが。さあどうでしょう、いただきます。塩とあとはハーブで、シンプルに味付けしてますね。